じゃん。ポリゴンありじゃね。ポリゴンちょっともうスキン一発採用ポリゴンありじゃん。だからこいつ素性不明だけど、何歳なんだっけ。18歳だっけ。18歳なの。17歳、何してんの。自己紹介して軽く。素性掘ったら採用できなくなる。確かにそうだな。もう掘らずにこいついくか。あ、オッケー、おめでとうペニー、おめでとう採用できに。よかったね。ツイッターの DM に送っとくよ。意味わからん。もう一発採用の度がすぎる。ポリゴンリアル何もさらさんでいいよ。もうそのままで、何もさらさなくていいよ。もうお前はそのままでいろ。ポリゴンはポリゴンである限り面白いから。なんで俺こいつ入れたのかな。まあまあちょっと面白いか。どう思う、みんなこいつ面白いかな。みんなこいつどう思う。ペニーだってマジで見た目深い。まあ不愉快ではあるような気はする。なんかちょっと面白くない。でもどうもポリゴンです、24年ぶりに。あ、いや大丈夫だよ、もう喋んなくていいよ。もうそれ最後のチャットで大丈夫だよ。大丈夫だよ、それが最後のチャットってことで大丈夫。ありがとうね、今まで。チャットはそんなもんでいいよ。ぼーっと突っ立っといてもらえれば。甲状腺サーバーにネタ用の場所作ったので一発芸させましょう。じゃあ甲状腺サーバー行くか。いや、まあちょっと面白い。いや、ちょっと面白いかもしんないな。いや、面白い。陰キャ転生欲しいね、これは。あー、いるじゃん、ポケモン。はい。いるいる。いけ、アグモン。引っかく。あ、ダメだ。逃げ出した。おい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 。やばいやばいやばい。これ視聴者。あのね、そのネタ知ってんのこれ。目がチカチカするやつこれ。知ってんのかなこのネタ。知らないんじゃないこれ。ポリゴンショックって知ってます？結構目に来るこれ。じゃあ次の人、入ってください。どうぞ。はい。なるほど、なるほど。どうぞ座ってください。はい。あの、中腰じゃなくて、ちゃんと座ってもらっても大丈夫です。はい。それでは、ポリゴンさんですね。自己 PR の方、お願いします。え？なんだ？あー、なるほど、なるほど、なるほど。はい、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 はい。クンスにいっぱい髪をな、これどういうことですかねこれ。なんかいっぱい、なるほどなるほど。あー、なるほどですね。あの、企画案をたくさん投げたと。はー、企画をたくさん提案している。なるほどなるほど。それでは、ちょっと次の質問ですね。なるほど、たくさん企画を提案されていたと。休日のなんかストレス解消方法っていうのを教えてもらってもいいですか。どういうことされてますか。あー、なるほど。はい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 。そうです。私もしますよく。はい。そうなんですね。もし仮にですね、採用させていただくというふうな形になった時に、うちに入って、どのような仕事をされたいですか？あー、企画をたくさん出したいということですね。はい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 。なるほど。周囲から、どのような人って言われますか？学生時代に、どのような人だと言われてましたか？はい。はい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 。あー、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。まあ、そういうことですね。はてな、はてな。メンタルが強いってことですよね。鋼のメンタルということです。はい。なるほど。わかりました。何か最後に質問等ございますか？ん？ほう。ほうほうほう。ああ、進路。ああ、なるほどですね。キャリアとしては、30代からは、エリアマネージャーとして勤務していただくことになります。はい。で、うちの平均年齢がですね、若い会社で25なので、もう30代のスタッフも2人しかいないんですけど、そういうふうな、労働プランになっております。はい。ありがとうございました。本日は。おー、合格。これはちょっと採用かもしれないですね。離職率はやばいです、この会社。お手本来た。面接で一言も喋らずに受かったった。すごいな。整体いらなかったな。彼には不思議と引きつけられる魅力がありますね。
君主にお手本の左側をご覧ください。採用ボタン、ブベーン、採用。話せなくてごめんなさい、はい言えなくてごめんなさい、声帯なくてごめんなさい。まあそうだな、世間は厳しくてあなたのことを基本的に許さないし受け入れないでしょう。話せなくて声帯なかったら、仮に頭が良かったとしてもね。あれでデポンがいない、じゃデポンじゃないや、どっちだ。こう協会と提携している組合にごめんなさい界隈というのがあるので、ごめんなさい界隈に行きましょう。あの協会と提携しているので、そこに相談するといいでしょう。3度もごめんなさいと言ってるので、提携してるあの協会があります、ごめんなさい界隈っていう。あれ、ごめんなさい界隈に行きなさい、あなたは。ほっこり、ん？ポリゴン。俺ポリゴンのスクショ。こわ。なんで背後にいんの？怒ってるぞ、これ絶対。うわ、来た来た来た。ちなみにね、ポリゴンもう一個写真があります。カイジンのスクショです。陰キャ転生が喋らさないようにしようぜって言った後の様子らしいです。ポリゴン喋らさないようにしようぜって言った後の様子。刺さってる。腹刺さってる、なんか剣が。お前のせいで。すごいな。全然ほっこりしねえ。なんかしらの呪いかかってる。な、ちょっと怪しい目つきのやついる、今。みんな、なんか怪しい目つきのやついる。こいつ見て、こいつ。ペニー。このポリゴンみたいなやつ。こいつなんか後ろから見てたぞ。お前何見てたんだ？品定めのつもりか？あ、殴ってきた、殴ってきた、殴ってきた。こいつ殴ってきたぞ。攻撃的だな。ポリゴン何か、弁明あるか？なさそうだな。じゃあ、アーケンさんにやってもらう、殺してもらうか。アーケンさん唯一の村だから。明日村かどうか分かる。何を作ってんのこのポリゴン。まあいいや、男は。橋みたいなもの作ろうとしてね、なんかこれ。ポリゴン、こっち来て。この橋ってポリゴンが作ってんのこれ。違うんだ。これ誰が作ったのこれ。これ全部撤去でいいこれ。この橋。ここら辺も全部撤去でいいこっちも。ここも。え、ここも全部撤去でいいのこの辺も。暇人、これも全部撤去でいいって。暇人？これも全部撤去していいらしい。この辺もすべて。これほっこりし、あ、これほっこりしないかも。もう大丈夫？ほっこれる？うん。くん来て。なになになに？買い物客、かっこセリフない人は商品を見る動作などお願いします。あ、了解。じゃあ俺、それするわ。ポリゴンさせ、おい、ちょ、ね、ポリゴンにささやかれたぞ。おいって切れてる。こわ。最後はぬいぐるみコーナー。この店舗は最近できたばかりで品数が少ないですが、ぬいぐるみだけは図鑑番号001から898全種揃えています。ねえパパ、なんでポリゴンのぬいぐるみだけないの？さあなんでだろう。で、売り切れちゃったんじゃないかな。お、確かにポリゴンのぬいぐるみだけないね。やだ、ポリゴン欲しい。お店の人ポリゴン出して。くんさん、ごめんなさい。少しこちらのお客様対応するんで、他を見ていてください。あ、でもお店の裏側には入ってはいけませんよ。ほら、そこです。入ったらダメですからね。了解。まあ、ちょっと待ってるか。ポケモンセンター、オリジナル風船。なるほどな。ん？ねえ、サングラスのおじさん、ちょっと一緒に冒険しよう。ついてきて。オッケー。裏には入れない！裏には入らないぞ！入るなって言われたから、裏には入らない！よし、ちょっと見よう。なんかぬいぐるみみたいな感じなんだ。出てんね、かわいいね。行け、ね、行けって言われてる。なんかあのペニー515ってやつから、なんか行けっていう風になんか来たんだけど。はい、はい、裏側へ。関係者以外立ち入り禁止。なんかポリゴンたくさんいる。ポケモンセンター50人クラフト店、ポリゴンの商品を処分してください。グズルするな。一刻も早くポリゴンという名前のつく商品を処分するんだ。何これ、等身大サイズ、ポリゴンぬいぐるみ、ポケモンセンター、エントランス、モニュメント形、ポリゴン用。おい、CD、俺たちがなんで今こんなことしてるかわかるか。
でもあのテレビ放送のショック事件はピカチュウの電気が原因なんじゃないですか。ポリゴンは何も悪くない。知ってる、俺もあれ元ネタ見たけど、ピカチュウしか悪くない。質問質問で返すな。疑問文には疑問文で答えるなど、学校で教わったのか。上があの事件の責任を全てポリゴンに負わせると決めたんだ。もしそんな中でポリゴンが並んでたらどうなる。売れ行きが落ち、うちの店は閉店ガラガラだ。分かったらさっさと手を動かせ。あー、ポリゴンのせいになってるんだ。それにしても哀れなポケモンだ。こいつはもう二度とアニメに出させてもらえないだろうな。かわいそうに。なんだお前、どこから入ってきやがった。おい、イニン、何こんな中に入れさせそんだ。こいつです、こいつです。イニンさん、こいつです。こいつが入ってましたよ。あー、クンさん、なんで入っちゃったんですか。いや、こいつです。このディーディーってやつです。アポを取れ、アポを。誰でも取材できると思うなよ。わらわら。せ、あの、はい。すげえ、痛々しいな、なんかこの。わらわらって何なんだ。台本だとこの後クンを切るって書いてありますけど、この人ダイヤフルです。え？はい。なんすか？ポリゴンさん、どうしたらいいですか？ポリゴン、破壊光線！破壊光線覚えないよ、ポリゴン。ダメそうだな、こいつ。なんて書いてるこれ。本番ポリゴン1 どうすんだ、ポリゴン。自分で切る。囁かれました。はい。あ、死んじゃった。うわあ。ガンダム調査に。ポリゴン皇帝なら黙っていいよ。ポリゴンめっちゃ息したことある？あるって。あるらしいよ。ポリゴンは全然あるよ。すげえな、お前。あるあるあるって、ポリゴン。ケッタな頑張りしてめっちゃ息したらしい、ポリゴン。ほら、あるあるあるって。あるに決まってんだろうが、舐めんなって言ってる。極太バイクぶっこんでんだよ。この剣を見てみろ。これぐらい太えからな。って言ってる。ね。はい、こんにちは、くんです。今日はね、ちょっとポリゴンさんから DM が来て、俺、あまりにもこいつ、いいやつだなと思った、ちょっとエピソードなんですけど、DM 失礼します。ポリゴンです。今朝、コノさんから、元気がないから、ポリゴンがパワーって言ってる音声くれませんかという DM が来ました。これですね、多分、こいつが、なんか企画かなんかで、自分の動画の企画かなんかで、いろんなやつにパワーっていう音声を集めようとした、やつなんですけど、これは平常運転の、彼女ですか？あまり話したことないのでよくわからないのですが、突然すぎてびっくりしたのでよかったら教えてほしいです。元気がない方を元気づける方法ってありますか？ネットで調べたりしたのですが、くんさんが動画でちょくちょくつぶやいたりしてるだけでは不十分なので、30年生きてきた経験から伝授していただきたいです。なんかお前さ、ちょこちょこお前さ、なんか言ってこない。こういうなんか30年生きてきたとかさ、ちょこちょこなんかこうバカにする、小バカにするような言葉挟んでくるよね、なんか。今回はパワーって言って返しちゃったのですが、マジ？お前パワーって音声送ったの？お前の。ポリゴンの名は肉声が聞けるの？それ。ポリゴンパワーって言って返したらしい、本当に。まさかの声出し。今後こういう場面に出くわした時のベストな対応はできるようになっていたので、よかったらお願いします。長文失礼しました。あ、今書いてる思ったのですが、これ選手権にすればいいですね。ということで企画です。陰キャが教える異性元気づけ法選手権らしいです。恋愛経験知識の乏しい参加勢が自分が考える異性が落ち込んでる時に元気づける方法を並んで伝授していく。最後にクンさんが模範解答を行く。選手権なので早く取れますよっていう鍵カッコつき。ポリゴンのなんかお礼のアドバイス。早く取れるぞみたいなアドバイスまでついてる。あの、スポットライトが当たる参加勢、MS3 矢印独特な女参加勢をざわつかせることができる。彼はこの企画にぴったりです。そう、MS が必要だったんだよ、この企画。あ、いるか？いるな。MS とコノがいればできればよかったんだけど、その、当人、該当者が。あ、ちなみにもう一人来てます。長月さん、必勝法って書いてる本から引用してくれます。女性と話す必勝法とかいうなんか本持ってるだろ、長月。うまい喋り方みたいな本。今読んでたね、間違いない。絶対持ってる、こいつ。絶対持ってるタイプだ。あれ、1年持ってても使えなかったから捨てちゃった。持ってた。あ、暇人さんも来てます。暇人さん、女とテレビは叩けば治るって言えばよし。上のポリゴン、俺がさっきお見方、ゴドンさん切れてそうな典型的な DM は、動画の入りのトークで良ければ使ってください。改めて長文失礼しました。あれですね、パワーっていうのが来たっていう、なんか、ゴドンさんが切れてそうな典型的な DM。なるほどな。はい、ということで、やっていきましょうか。はい、こんにちは、くんです。ということで、今回は、
ポリゴンの企画ね、やばいんだよ。なんかポリゴンって話さないんだけど、企画の内容がなんかやばくて、まず文章が壊れてて、例えば日光浴気持ちクラフト、これあの原文ままですとか、理想の国家を建設する選手権とか、 IQ が20ぐらいの企画のなんかタイトルなんだよね。しかも割とたくさん投稿する。空を飛んどるぞプラグイン、あとは、決意がみなぎったプラグイン、好きな子ズキューン選手権、破壊光線矢印ひらがなプラグイン。ちなみにこれあの説明もあります。俺が一番好きだったのこれ、環境破壊は気持ちいいぞいプラグイン、俺一番好きですこれ。あとこれはもう完全クリボー煽りの、あー漏れた選手権、内容は人生で便と尿を漏らしたまでの経緯や瞬間のエピソードを紹介していくっていう、完全クリボーを殺す企画みたいなのも考えてます。で、今日やるのはこちらです。死ね陽キャ、俺の前から消え失せろ選手権。説明を貼ります。陰キャたるもの悪い陽キャ、通称チンパンジーの言動に対し意味がわからないと思ったり、そのチンパンジーによって恥ずかしめられたりとした経験がありますよね。それを並んで紹介していく。米印用語説明。チンパンジー、ここでは頭と性格よろしくなく陰キャを陥れる陽キャの足のこと。ナイスな陽キャとは別である。ナイスな陽キャもいるんだポリゴンの中で。なるほどな。次開け。まるまるちゃんめっちゃ可愛いね。私全然可愛くないよ、全然だよ。まるまるちゃんの足元に及べないよ、ほとんど話したことない、プラス自分が可愛いって言われたいだけ。あ、それを言われたみたいな。テンプレじゃない、でも女のテンプレだよ。ポリゴンなんか反応してないぞ、何言ってんだお前みたいな。お前もそういう人間だろみたいな感じの。なんかポリゴン的にはちょっとポイント高くなかったっぽいっすね。あんまりお前もそっち側やろうがみたいな。でもそういうタイプの人は自分から可愛いって主張しないと可愛いって褒められないんだなと思って、心の中で可哀想だなって思ってる。アーケンいじめる側なのわかる。確かにアーケンさんってなんかいじめられる側じゃないような気がするな。なんかね、アーケンからね、卑屈な感じあまり感じないんだよな。そこまで中学校の時はいじめられてました。なんかあんまり卑屈な感じがしないよな。ほんとかお前みたいな。ポリゴンガンつけてる。ちょっと加害者じゃないかと疑ってるぞポリゴン。疑ってる。お前なんかやっとんちゃうか。凄みあるなポリゴン。なんかやってないです。まあまあいいだろう。やにゃ、やなーくんと付き合い始めた頃、一緒に都内巡りデートしてたにゃ。スカイツリーに綺麗な夜景を背景にラブラブツーショット撮ってたら、近くにいたよくわからんメガネをかけた人がイチャイチャしやがってリア充爆破しろって言ってたにゃ。こういう人をチンパンジーって言うにゃよね。はって、頭の上にハテナが見えるポリゴンの、はって顔。はい、コウタンお願いします。これ何個か言っていいの？もちろん。無限に言ってくれ、コウタン。中学校の時クラスの陽キャが下品な下ネタで盛り上がってる時、僕いきなり話を振ってしこってるか否かって聞かれて、正直に答えたらバコード割れてすごい嫌だった。家に来た友達に勝手に当時使ってたノートパソコンを使われて、親が家にいるのにエッチな画像とか検索したり、検索しなきゃいけない言葉を検索されたりしてだるかった。出てくるね。鼻に刺激が加わるとくしゃみが止まらなくなるの面白がれる。何度も鼻を殴られた。ちょっと待って。公園で好きな人を一人ずつ言うやつをやって、僕はママが一番好きだったからママって言ったら、公園の遊具にママと僕の本名のあいあい傘を書かれた。おい、ちょっと待って、もうなんかポリゴン限界迎えた。もう無理だ。あ、ポリゴン帰ってった。これは最悪死刑になるんじゃないかな。ポリゴン、すべて聞く義務あるぞ、お前。お前は受け止めろよ、ちゃんと。逃げるな。受け止めろ、すべてを、ポリゴン。認め合え。あ、ざわ。ざわ。あ、許す。あ、いや、許さないだ。ぐにゃー。ダメか、じゃあ。とりあえず東京スカイツリーになるか。開示も。もうダメじゃない？もう開示ネタももう尽きたでしょ、きっと。でもういいんじゃないの。東京スカイツリーとかなんか面白くなるかもよ。どうしたポリゴン。そうだよね、許せねえよなポリゴン。ほら許せねえって言ってる。ほらうんうんって首振って、許せねえって。こいつ許すんじゃねえ。こいつ許しちゃいけない。本当にこいつはスカイツリーに帰るべきだ。うんうん、普通のスキンでいてはいけない。こいつを許すな。うん、なるほどな。こいつを見てみろ、このざまを。こんなやつはスカイツリーがお似合いだ。うんうん、さっさと返させろ。ほらほら、いけいけ、ほらいけいけって首でほら振ってんじゃん。ちなみに今ポリゴンの入力中が終わりました。
来ました。おい、なんかさ、意義あり。カイジさんはカイジネタをするのが下手でしたが、やる気は昔からありました。逆転裁判来た。それはリー50人クラフト、自分から率先してカジノを立てて3個ぐらいのネタをスタンバイしてました。チャットも下手ですが頑張ってました。4日間放置企画でもカイジネタの防具だれをやっていました。スペースについてはポリゴンは一部しか参加してなかったので真偽は分かりません。彼には恩があるので頑張って擁護しようとしましたが、もう難しそうです。一番の訴えも不十分です。もう裁きが下ることは確定しているので、少しも裁きが軽くなることを要求します。死刑執行か無期懲役かみたいな感じか、あとは量刑次第みたいな、情状酌量の余地があるかどうかか。減刑だな。委任から来ました。ポリゴンに異議あり。やる気あるならほっこりクラフトの最中に全く来ずに自分の参加型前から開示クラフトを開催しません。なんだと？開示クラフトってあんまりよく知らないんだけど俺。いい噂聞かない。異議なし。もう逆転できそうないのでこの職降ります。弁護士バッジをメルカリに出品します。開示さんごめんなさい、ありがとうございました。開示グニャー、マウス送っただろう。いやまあまあ弁護士費用足らなかったんとちゃう？弁護人いなくなった。ポリゴン終わり。これ無限リピートしといてくれ。マジかよ。見ろ見ろ、ちゃんと見ろ。お前は棒遠くから見てるぐらいで、この辺から。この辺からずっと見てろ。お前あれを見ろ。見ろ。そう、見ろ。ブルブルするな、ブルブル。ダダダ大統領になったらね、まずは君を捕まえるね、濡れたタオルで。ワンツッシダダダ大統領になったらね、まずは君を捕まえるね、濡れたタオルで。ワンツッシダダダ大統領になったらね、まずは君を捕まえる。なんすかこれ。添加物たっぷりポリゴンブレッド、効果失神、パカパカ、頭痛、救急車送り。くんさん、ポリゴンの様子はどうなってますか？ポリゴンなんかん？ポリゴンの様子チカチカしてないよ、まだ。大丈夫大丈夫大丈夫、チカチカしてない。くんさん見てください、先日紹介されたポリゴンブレッドに対してみんな倒れてます。あ、なんか目がやばくなってる。目がポリゴン色になった。頭が、目がパカパカする。ポリゴンショックってやつか。ワドが動きません。え、ワドワド、目がし、目がおかしくなってる。ワド、こうなったも全部ポリゴンのせいで、全然ほっこりしません。こいつをほっこり強要防衛部屋にぶち込んでください。ポリゴンのせいです。ぶち込むか。じゃあポリゴン、なんか反論あるか。ポリゴンないな。オッケー、弁明はないらしい。これリソースパックちょっと変えないと、ちゃんと潔いな。反省できたら教えてくれ。声かけて、反省できたら。ポリゴン、反省できたら声かけてね。ちゃんと。今そろそろもうちょっと大丈夫ですって言って、反省文をちゃんと言ってね。わかった？反省したら言うように、しっかり。何が悪かったですって。あ、ポリゴンは？なになになに？人。人。どういうこと？ 29。人肉？人肉？人肉ってこと？あー、なるほど。ポリゴンが言うには、50人クラフトは様々な人を犠牲にして作り上げられてきてるから、まるで食人、カニバリズムと同義であるってことを言いたい。ポリゴンが言いたいのは。50人クラフトはいろんな人を食い物にして、若い命、魂を食い物にしとるから、カニバリズムも同義であるって言いたいってことです。ポリゴンは。ポリゴン作った？ポリゴン？ポリゴン作ったの？ポリゴン？こっちこっちこっち、後ろ後ろ。ポリゴン？作った？どこに作ったの？なくね？ないよ。これ？あー、長月作ったのか。これはちょっと、あのね、船作ってって、そういうお題の時はちゃんと船作った方がいいかな。もうふざける要素じゃなくて。大喜利か。何？どうしたの？ポリゴン、どうしたの？ん？こっち？これか。もう見たような。ジェスチャー可愛いだろ、いじめたくなる。何？お、すごい。
なんか叩き潰されてないポリゴン。だから死んでんじゃん。叩き潰されてる。インカ転生とトミーにねじ伏せられてる。同じポケモン軍団のはずなのにねじ伏せられてる。ちゃんと造形うまいね。ちゃんと史実通りだ。ポリゴン。原作再現されてるね。ということで、男側勝利です。それではヒーローインタビュー。はい、じゃあイニンから。そんなのするって聞いてない。ありがとうございます。ラーバ。女雑魚。小太郎。頑張った。チルノ。炭鉱の部分が作れてよかった。ポリゴン。ポリゴンヒーローインタビューだよ。なんか言って。ポリゴン。大丈夫だよ。もう動画回ってるよ。ポリゴン。一言で。黙れ。はい。こんにちはくんです。ということで、なんかマイクラを、ちょっと僕今放置してるふりしてスペクテーターで入ってるんですけど、なんかワンとポリゴンがちょっと遊んでたんで、ちょっと何をこいつらする気なのか、ちょっと見ていきたいと思います。なんかこいつらやってるぞ。何してるんだろうこれ。なんか受け渡ししてんのかこれ。建築資材ポリゴン。これ会話してんのかな。ただささやきで会話してそうな感じだなこれ。多分。なんか漁ってる漁ってる。なんか俺が放置してたら、なんかワンがめっちゃ走り回ってて、なんかいろんなところ、それでちょっと見るか、なんか、こいつはなんかあんのか。もしかしてポリゴンまさかずっと、ささやきすらしてないのかこいつ。なんかそんな感じだったよね、今、うんうんとかして。何してんの、なんか気づいたのかポリゴン、何かを。何か気づいたか。何か気づいたのかもしれん。マイクラ壊れた。これポリゴンなんだと思ってるんだ。なんだこいつみたいな顔してる。飛ぶ。ポリゴン何してんのこれ。どうしようとしてるんだろうね。この飛ぶ。ありえんのもなんかちゃんと相手してあげるんだね、こういうの。はいになってんの。なんだ、ポリゴン、何したのこれ。今度はポリゴンを、ん?こいつリアクション面白え。ん?あ、俺の、ポリゴンは多分俺のせいだと分かってる。だから俺、どっかに俺に対してなんかやってる。さすがに分かる。まあ、ワンはちょっと微妙かもしんない。編集しにくい参加勢。ポリゴン。見てられん。かわいそうで見てられん。多分だから多分、いやだからもうチャットできなくてかわいそうで見てられんっていう。俺次のメタポリゴンだと思ってるんだよね俺。次のメタ。ポリゴンメタ来てると思うんだよな。あ、ポリゴンごめんなさい。編集しにくい参加税で出てます。喋ってくれなくて困ってます。SE を当てるなどの方法でごまかさないといけないので大変です。喋ってくれなくて困ってるってポリゴン。困ってるらしいよ。まあね、しょうがないね。謝りな。いや、俺はポリゴンメタだと思うけどな。くん来て。早いな。適当にぼーっとしてた。ん?なにこれ。ちょっと待って。なんか急ピッチで進んでるな。ようこそくん様 MF さん。突然ですがお二方にはここでゲームをしても、まったかよ。もう2名ここに TP して合計4名にしてください。ちょっと待って。え、どうしよう。まあいっかこの辺はもう。もう2名ランダム TP するよ。1人はランダム TP。 ちょっとはい、この2人に行こう。お前ら顔似てんな、なんか。わけもわからず呼ばれたポリゴン。もう多分何もわけわかってない。それでは皆さんは貴重品をすべてそちらのエンダーチェストを入れてください。ほら、入れろ、お前ら。ん?準備よろしいでしょうか?奥の4つの部屋に1人ずつ入ってください。え?じゃあ俺これで。はい。なんだ?それでは今回のゲームのルールを説明します。ただいまより目の前に見えます、4色の壁を1人、1つずつ選んで減らしてもらいます。サムネ。この壁がなくなると同じ色に部屋にいる方はゲームオーバーになります。え?すいません、ちょっとよく聞いてませんでした。なんか別のものが気になっちゃって。ごめんなさい、ちょっと聞いてなかったです。それよくわかんないんですけど。それでは今回のゲームのルールは親切だ。ただいまより目の前に見えます4色の壁を1人1つずつ選んで減らしていただきます。この壁がなくなると同じ部屋にいる方はゲームオーバーとなります。難しい。どういう意味?
私からできる説明以上ではどうぞ皆様。いやいや、わかんない。ちょ、待って、おい。え、これ、何順番は最初にじゃあ俺が赤消したらニャンドルが消えるってこと？どういう順番で行くの？それではまずニャンドル様から。おいおい、ちょ、なんでだ？マジで説明わからんかった。多分、なんか色を選んだら消えるんだろ？ニャンドル？ニャンドル何色にする気だこいつ？緑。あ、あれ？あ、そういうことか。なるほど。あー、わかってきた。あ、緑。緑。ポリゴンだから話せないんじゃない？ポリゴン2様どうぞ。無回答じゃない？回答ないんだって。いじめやろ。もう始まった。おい、早くしてくれよ。もういいに、未回答ですよね。ポリゴン様の投票は無効とさせていただきます。それでは2周目は数の少ない方から。あ、またポリゴンか。ポリゴン2様どうぞ。あー、また無回答じゃね。はい、急げよ。まだか？まあ、無回答みたい。それでは MF 様、緑。あ、緑で。あれ？ポリゴン2様、ゲームオーバーとなりました。あのさ、あの、ちゃ、空中でくるくる回ってて、何やってんのそれ。これが技。あ、これ見せプランだ。ポリゴンめっちゃ煽ってる、なんか。なんで煽ってんのこいつ。いいんじゃない？これ理想の姿じゃない？ポリゴン、やった！ついにやったぞ！タコワサだからチャットができる。もう何にも拘束されない。俺たちはもう自由だ。なんか言ってる、たい焼きなんか。市民権得てる。まあ、でもタコワサだし、話せないタコワサとかいないからな、今のところ。